羽田空港の近くにいますね。羽田空港ということで、JAL シティ泊まってますね。ここのあたりなんかちょっとラーメンでも食べるとこないかなと思って探してたら、まあ、すぐここにあったんですね。あの濃厚味噌いくつかあるんだけど、濃厚味噌ということで味噌が気になったんで、ちょっと今から行ってみます。羽田、濃厚味噌、白味噌とかあって赤味噌ってあるんだけど、まあ、濃厚で行きたいですね。あとはここのところどうしようかなと思って、濃厚味噌肉ラーメンかネギラーメンかね、しようかなと思います。ラーメンも美味しそうですね。でどれにしようか悩んだんですけど、結局濃厚味噌の煮卵ラーメンですね。これ無料で大盛りできたんで大盛りにして、そしてバターと海苔を追加で1150円ですね。濃厚味噌なんで結構濃厚な味噌です。でこれにバターを合わせて、海苔を絡めてね、麺をいただくとすごく美味しいですね。はい、なんか外国人の観光客、羽田から近い、空港から近いから結構いましたけど、あの濃厚は美味しかったですね。他のやつは濃厚で良かったなって感じします。あれに、全部で1120円ね、卵のやつにして、であとは海苔を追加してって感じですね。で、大盛りは一応無料だったんで、大盛りにしてって感じですね。